寺の参拝の作法。基本的な参拝手順を紹介しますが、あくまでも基本で、義務ではありません。大切なのは気持ちです。三門に入る時、門内に入る前に、立ち止まり、本堂あるいは、正面に向かって、一礼してから、境内に入ります。お大師様が、あなたを三門まで、お出迎えに来てくださってます。お大師様に、感謝の気持ちを、捧げる意味合いの、一礼です。手水場の作法。手水場に立ち寄り、右手に柄杓を持ち、柄杓に水を汲みます。注意、柄杓に汲み取った水量で、以降のすべての手順を終わらせますので、適当な水量を柄杓に、汲んでください。柄杓を右手に持つ。柄杓の水を左手に注ぎ、手のひらを洗い清めます。柄杓を左手に持ち替え、右手に柄杓の水を注ぎ、手のひらを洗い清めます。再度、柄杓を右手に持ち替えて、左手手のひらに水を注ぎためます。左手手のひらに、溜めた水で、口をゆすぎ清めます。口をゆすいだ水は、水の落とし場に流し捨てます。柄杓の柄を両手で持ち、柄杓を立てながら、残りの水で柄杓の柄を静かに、流し洗いします。柄杓を、静かに元の場所に戻し、自分の手拭いで手の水滴を拭います。装束などを整える。白衣等の乱れを整え、和げさをつけます。年中、教本、線香、ろうそく、なさつ等を準備します。仏前に向かう心構えを整える意味合いです。遍路傘、寒傘は着用したままで構いません。境内では、寒傘を外さなくても構いません。ただし、帽子等は外してください。不浄の場所では、和げさを外してください。例、トイレ、食事中など。鐘楼で鐘をつく。鐘楼に登壇し、鐘をつきます。通常は一打です。鐘をつけない寺院、時間制限のある寺院もあります。鐘は勤行を始める前までに済ませてください。勤行後に鐘をつくことを戻り鐘と言います。縁起が良くないと言われています。戻り鐘をついてしまった場合は、もう一度初めから勤行をやり直してください。灯明を灯える。灯明を縦にろうそく、通常一本、を縦火をつけます。ろうそくは、後に続く方のために、灯明縦の、上の奥側に刺します。手前にろうそくの火がある場合は、無理をしない。白衣の袖口が焦げたり、燃えたりする場合もあります。灯明を灯した後は戸を閉めます。他人様のろうそくの火からつけない。縁起が良くないそうです。種火が設けてある場合は、種火からつけます。線香を灯える。線香は通常3本に、火をつけ香炉に刺します。後に続く方のために、香炉の中央部分に刺します。他人様の線香で、白衣の袖口を焦がさないように、注意しましょう。線香やろうそくは、ばらけたり、折れたりして、持ち運びに苦労します。容器があれば便利だと思います。線香やろうそくは血行多量に消費しますので、途中での補給が必要です。コンビニ等での購入すれば、いいと思います。予備ライターの持参をおすすめします。なさつを納める、なさつ。なさつに名前や祈願事など、所要事項を記して、なさつ入りに1枚、
本堂と大師堂に各1枚、入れます。那冊は前夜に必要数を準備作成しておきましょう。日付は年月よし日で構いません。遍路中にお接待を受けた折には、那冊を伏せ者に感謝を込めてお渡しします。お接待への御礼、感謝文と考えてください。伏せ者が、受け取ってくださる場合にのみ、那冊をお渡しください。お地蔵様や遍路休憩ところでの、供物やお接待を頂戴した場合、御礼に那冊を置かれているお遍路さんも、多くいらっしゃいます。那経ところでの記帳。最後に那経ところへ行き、那経帳に御朱印と墨書をもらい、寺のご本尊が描かれた御影をもらう。那経の意味合いは時代により変化しています。気持ち程度の賽銭を入れて、経本を見ながら声を出して読経。読経する項目はある程度決まっているが、読経も人それぞれ読み方は自由。一切読経しなくても間違いではないそうで、参拝者が呼吸するときに口から出る息が経になっているという考え方もあるらしい。最近は、那経ところで朱印料を支払い墨書朱印をいただくことを指す方も多いようです。